シママンダンゴズイ・アディーチェは、ナイジェリアイボ民族出身の作家。アディーチェは1977年、ナイジェリア南部エノグで、ナイジェリア大学の統計学教授であった父と、大学職員の母のもとに6人の兄弟姉妹の5人目として、生まれ、ナイジェリア大学のある、大学長すっかで育つ。ナイジェリア大学のセカンダリースクールで、中等教育を修了した後、 ナイジェリア大学で1年半の間医学と薬学を学び、19歳で奨学金を得て渡米。フィラデルフィアのドレクセル大学に入学したが、コネチカット州コベントリーで委員を開いていた姉のうちの近くに住むため、すぐに東コネチカット大学に転校した。大学でコミュニケーション学と政治学を学ぶ傍ら、創作活動を開始。2003年に、 ジョンズ・ホップキンズ大学のクリエイティブ・ライティングコースで修士号を取得した。同大学からは2016年に名誉学位を授与されている。さらに2017年にはハバフォード大学とエディンバラ大学から2018年にはアマースト大学から2019年にはスイスのフリブール大学からも名誉学位を授与された。イエール大学でアフリカ学を学び、 2008年に二つ目の修士号を取得している。2016年7月にフィナンシャルタイムズに掲載されたインタビューで、アディーチェは娘が生まれたことを明らかにしている。アディーチェが最初に影響を受けたのは、10歳でチヌア、アチェベの小説、崩れゆく絆を読んだ時だったという。また、ナイジェリア文学の先駆者として、ブーチエメチェタの名前を挙げており、2017年の彼の 死に際して SNS に次のように投稿した。ブチエメチェタ。あなたが最初に話したからこそ、私たちは話すことができるのです。あなたの勇気に感謝します。あなたの芸術に感謝します。ノズ・ナン・ドークア。1997年に詩集を、1998年には戯曲を出版した。短編小説、マイ・マザー・ザ・クレイジー・アフリカンは、 アディーチェが大学4年生でコネチカット州に住んでいた時期のもので人が互いに正反対の2つの文化に直面した時に生じる問題、性別の役割や伝統、それらの相違によって起こりうる問題を深く掘り下げている。2002年には短編ユーインアメリカでケイン賞の最終選考に残り短編ザットハルマッターモーニングが2002年 BBC ワールド サービス短編賞の共同受賞作に選ばれた。2003年にはアメリカ大使館で王ヘンリー賞を受賞。その後も数々の賞にノミネートされる。初長編、パープルハイビスカスはオレンジ賞の最終選考に残ったほかコモンウェルス初小説賞を受賞した。なお、この作品はチヌアーチェベの崩れゆく。 絆のタイトルを少し変形した引用で始まっている。2007年にはビアフラ戦争を背景にしたラブストーリーである2作目の長編、半分登った黄色い太陽でオレンジ賞を史上最年少で受賞。2020年11月には一般投票により、同賞の25年の歴史における小説部門受賞作の中で最も優れた作品に選ばれる。同作は、 アニスフィールド、ウルフブックアワードも受賞したほか、ビーバンデレ監督によって、同名で映画化され、2014年に公開された。バフタ賞受賞者で、アカデミー賞にもノミネートされたキュアエテルイジョ法と、同じくバフタ賞受賞者のタンディ・ニュートンが出演している。短編、シーリングは、2011年版の、ザ・ベスト、アメリカン・ショート・ストーリーズに収録された。 2013年には、アメリカ、アフリカ、ヨーロッパの三大陸を背景に展開される長編、アメリカーナで全米批評家協会賞小説部門を受賞。同作は、ニューヨークタイムズ紙のザジュ10ストブックスオブ s 2013に選ばれたほか、2017年3月、ワンブックワンニューヨークプログラムの勝者に選ばれた。これは、市民全員に、 同じ本を読むことを奨励するコミュニティリーディングイニシアティブとして毎年行われているイベントである。2017年3月に出版されたイジェアウェレーフェミニスト宣言15の提案は娘をフェミニストとして育てる方法についてアドバイスを求めてきた友人にアディーチェが書いた手紙が元となっている。著書以外では二千八年にテデックストークイベントで行ったザ・デンジャー・オブ エイシングルストーリー、シングルストーリーの危険性で一躍脚光を浴びる。2010年には、ニューヨーカー氏の 20U40 フィクションイシューの一人に選ばれた。2010年9月には、国際ペン、東京大会の文学フォーラムのゲストとして招かれて、初来日している。さらに2012年のテデックストークイベント、We Should All b e Feminists が動画で発表されるや、 アクセス数がうなぎ登りに増加。2016年秋にパリのプレタポルテコレクションでクリスチャン・ディオール史上初の女性アーティストディレクターマリア・グラツヤ・キューリによって取り上げられたり、歌手ビヨンセが自作曲フローレスにこのスピーチの一部を音源として組み込んだりしてアディーチェのメッセージは世界に広まった。現在は作品が30以上の言語に翻訳され、 作家としてのみならず、世界的なオピニオンリーダーとして活躍している。また、活発な執筆活動の一方で、毎年、母国ナイジェリアで若い小説家を育てるワークショップを開いている。読売新聞にインタビュー記事が掲載された。発言内容は以下の通り。ありがとうございます。